法のように簡単に広まってく噂話、偏見を前にピュアも正義もあったもんじゃない。仕方ない、どうしようもない、そう言ってわがまま放題。大人たち、どうぞご自由に気合ってくれて別に構わない。ラビション神様も余るほどの大嘘を、ラビション神ほどの知る由もない完璧なライアライヘイライアライ。そして少しの愛でラビション欲張りのその向こう野菜を、散らして暴走してるあなたたち、使って華麗に浴びるは9桁伸びる人は怪しい、おかしい、それ以上何も感じられない私。時代の声に責め立てられる筋合いはない。ラビション神様も余るほどの大嘘を、このビューティフォー、この奥の野生の旅が、早くて任せに気づいて、騙してたわけに気づいて、誰に何度言われたとしても目を覚まして笑ってワンモアタイム。ラビション神様も余るほどの大嘘を、ラビション神ほどと知る由もない完璧な、欲張りのその向こう Yes, they will。 ありがとうございました。ありがとうございます。初めましての方もいるのかな、高校生でシンガー活動させていただいてますレイナと言います。今からね20分ぐらいの、ステージになると思うんですから、ぜひね聴いていただけると嬉しいなと思います。お願いします。そう、たくさんなんか葉っぱみたいなの、葉っぱっていうか花びらみたいなのがたくさん落ちてて、さっき後ろにいたら上に頭にかかってるよって言われて、なんかこれですかね、これかなんかがたくさん降ってて頭かかってるよって言われて、あ、やばいということで今日はノーダウトから始まりまして、前回のライブでね好評だったので持ってきました。これはねこの間なんだっけ、ツイッターの方にね上げさせてもらって、それまたね上がってると思うのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思っています。続いての曲が、シーナリンゴさんで、ギブスという曲なんですけど、ちょっと前回のライブでねちょっと思うようにねいかなかったので、今回また歌いたいなと思います。それでは聴いてください。ギブス。あなたはすぐに写真を撮りたがる。私はI'm not afraid to die.
とうございます。ありがとうございます。ギブスでした。私、これちょっと一つごめんなさいっていうのがあって、私 YouTube の私 の, あのアカウントを作ったんですよ。で作ったんですけど、このねリンクをねこう多分読み取ってもらったら分かると思うんですけど、今 Twitter と Instagram だけ載ってて、ぜひねフォローしてない方はぜひフォローしていただけると本当に嬉しいなと思うんですけれど、このところの下にね YouTube のリンクを貼ろうと思ったんです。貼ろうと思ってたけどちょっとやり方が分からず間に合わなくて、ぜひねこの後ちょっと今日中にね絶対ここに貼ろうと思ってるんですけれど、また Twitter とかでね YouTube あこれですってドンって出そうと思ってるのでね、よかったらその投稿を見かけたらねそのまま YouTube のフォローをしていた、フォローチャンネル登録ですかをしていただけると嬉しいなと思ってね、ちょっとそこにね今後投稿したいなってものがあったりなかったりあったりって思ってるので、よかったらねフォローツイッターじゃないわチャンネル登録していただけると嬉しいなと思って、ちょっと機械音痴で私最初に路上ライブを始めたのも去年の夏の9月ぐらいに初めてちょうどあそこでね路上ライブを始めたんですよ。何もアカウントもなずに、ただただ私が誰も聞いてくれないだろうと思ってポツンと歌ってたところから始まりましてね、今こうやってね、でこの金山とマルシェのこのステージもね、私よくそこ通って、全然何もしなかった時に横通ってて、わあ歌うまい人歌ってるなと思って聞いてたんですよ。それがね今私が立ててるということで、ね、結構今感動してるんですけれど、ツイッターにもねいつか立てるかなと思ってた金山マルシェのステージに立てることになりましたって書いてたんですけど、それぐらいね今日楽しみにしてきました。それでは続いての曲に参りたいなと思うんですけれど、続いての曲がワンオクの Wherever You Are で、ちょっとバラード続きになってちょっとしんみりというかね、よかったら私の歌をねたくさん聴いていただけると、このままね聴いていただけると嬉しいなと思います。それでは聴いてください。 Wherever You Are。
とうございます。なんかめっちゃ降ってきなかった私今。めっちゃ Where are you are? とか言いながらザーとか言ってめっちゃ降ってきてそっちまで飛んでたよね絶対ね。私も今なんか雨かと思ったやつ、今やっぱさっきの頭に降りかかってたやつ。ぜひね、今日撮ってた教頭がね多分撮ってくださってること方たくさんいると思うので、ぜひねツイッターとかインスタとかにね出してくださって、ハッシュタグじゃないわ、なんだっけ、メンションしていただいたら私も見に行けるのでね、よかったら投稿して私のタグ付けをしていただけると嬉しいなと思います。はい、そう、今日さっき歌う前にここでピョンってジャンプして、前回の四日市のでライブを男島さんのね同じようにライブした時に、れいなちゃん気をつけてね、ここ抜けることあるからって言われて、えっだから今日は抜けないかなと思ってピョンってさっきジャンプして飛んだんですけど抜けることなくてよかったと思って、そんなくだらない話はどうでもよくて、次の曲がラストになります。ありがとうございます。次の曲がラストになって、そうサウダージを歌わせていただいて、この曲結構いろんなところで歌ってるんですけど、評判でいいねって言っていただいたので、まもなく発車いたします。それをね最後に歌ってね終わろうと思います。それでは聴いてください、サウダージ。一度飲み干してしまいたい、凛とした痛み胸にとどまり続ける限りあなたを忘れずにいられるでしょう。許してね恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。知っていて、さらに時を重ねて一つずつわからなくなって、愛が消えてゆくのを夕日に例えてみたりして、そこに確かに残るサウダージ。思いを紡いだ言葉まで影を背負うのならば、海の底で物言わぬ貝になりたい、凛とした痛み胸にとどまり続ける限りあなたを忘れずにいられるでしょう。ね、恋心よ、青い期待は私を切り裂くだけ、あの人に伝えて、悲しい大丈夫寂しい繰り返される、よくある話、出会いと別れ、泣くも笑うも好きも嫌い、
私は生きたわ恋心と。ありがとうございます。サウダージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ラストの曲でした。サウダージでした。今日ね、なんか来るときにツイッターをちょちょっと見てたら、すごい熱いステージでしたって言ってね、30度ぐらいあって、すごい歌ったらめっちゃ熱くなりましたって聞いたのを見て、あ、すごい熱くなるんだなと思って、結構ね、薄着できたら本当に今めちゃくちゃ熱くて汗かいてるぐらいなんですけれど、ちょうどあのね、上着がなくて昨日買ってもらったんですね、皆さん今日ね、もう暑くなる予定だということなのでね、水分補給をちゃんとして、今後のね、今後もあの素晴らしいアーティストさん方が、出演してくださると思うのでね、この後も楽しんでいていただけると嬉しいなと思います。この後ね、物販のスペースにいますので、よかったらね、今日の感想とか言いに来てくださると嬉しいなと思います。それでは、高校生シンガーレイナでした。ありがとうございました。ありがとう。